声も上げず不自由のない世界に生まれ落ちた合成と立ち上がり手に入れる記憶の隙間にそっと囁いた見知らぬ声少しずつ芽生えてく感情となり感性に触るたびに心弾ます何のために生まれ私とは何かもっと知りたい感じたい触れてたい今飛び出して目を覚ます時は今だって The same 二度と戻れない戻らない目に映るもの全てが雑誌で魅力的なんだこの星は覚えてる確かなことを私たちが、これは僕らが自分を取り戻す物語ゆずソフトサワーデビュー作パルケよろしくお願いします。